本日の一番光った打牌は、そうか、じゃあ最後に本日の一番光った打牌いきますか。本日の一番光った打牌は、これだな。本日一番かっこよかった打牌。はい、この局面で何切るかというとこで、まあ石橋選手はね、4着目なんで行くしかないということで、まあ2走切るのが普通ですよねと。しかし下茶ので高宮選手が最終手出し、厄介ポンチ最終手出し言いそうで、なんかやだなということで、まあ普通はね、2走切りますよね。でも2走危ないなと思ったら2-1切る人もいると思うんですけど、ここで、2-1切ったんですよね。2-1何なんだ石橋さんとなりますか。これ見てください。2-1と2走のシャンポン。なんと、2-1も2走当たりだったんですね。おー、石橋さん、神回引きた、すごいとなって盛り上がって、これね。これで、2-1切ってローンされるという。なんか、神展開見せた後に、しっかりオチをつけてくるあたりがね、この素晴らしい一連の流れでした。2-1からの2-1。これ見せる方銃とついて、そう。この一連の流れが芸術点高かったですね。例えば、ここで、この、2-1切って回避した後に、ウーソーとか、スーピンとか引いて、換三蔵リーチになるんですよね。もしくは三蔵引いて、ウーソー切りリーチとか、そういうふうになるんですけど、これはね、リャウワンの方が危ないですね。リャウワンシャンポンがね、全然あり得るんで、ウーパーワンはちょっと薄いかな、ということで。このウーワンを切って、もう本当に持ってる人は、ウーソーとかスーピンとか三蔵とか引いて、リャンゾーも飛び切ってね、リーチして上がり切って、もう天才だ、天才だってなるところを、これ、リャンゾー、リャンワンはね、山に実は、1枚しかないんですよ、リャンワンが。リャンゾーここに2枚切れて、リャンワン1個持ってるんで。これ石橋選手の奇跡あるかというところで、これがね、もう素晴らしいオチということで。オチもしてくれてありがとうございましたということでした。ここからね、石橋選手は見事3着を取ったんで。これちなみに、3走引いたらね、ウーソギリチはね、いけますね、結構。結構いけます。なぜかというと、最終手出し言いそうなんで、これ真ん中バンバン切ったと最終手出し言いそう。さすがに関連牌なんですよ。で、言いそうが関連してるとしたら、こういう風にペンサンゾーがシャンポンになったパターンと、シャンポンがね、関連ゾーになったパターンもあるんで、で、リャウソになってたらもうどっち切っても一緒なんで。だから、ウーソーだけが当たるパターンと、リャンソーだけが当たるパターン比較したら、ちょっとウーソーだけが当たるパターンの方が少ないんじゃないかなと思って、イーペイコ、KL だけなんで、ウーソー切りちゃいけなくもないですね。これはね、芸術点高かったですね。もう、天才の止めからの、落ちっていうね。これ、実際リャンは引かずにね、ウーソーとか引いてたら、もう、天才、素晴らしい。リーチでした。まあ、この上切っただけで素晴らしいんですけどね、すでに。なんか、オチをつけるあたりがちょっと、お茶目だなと思いました。ほんとかよ、じゃあ、三蔵切ってリャン、ウーソ切りはできなくもないでしょ、別に。するかは知らんけど。できなくもないでしょ、これは。投入率だけ考えて。ということで、堀さんも文句もちょうど来たんで。堀さんがちょっと荒れてるからな。その嘘は赤、これ赤嘘切ったら凄すぎるな。マジで。赤嘘は切れない。赤嘘はやばすぎる。堀さんがさらにね、補足してあって3色を見てると。そんなね、細かい補足は誰も望んでないんですよ、堀さん。ということで。